はいどうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。アシロチャンネルです。今回ね、はい、このジームスのグローブをね、今回買ったんですけど、はい、これを大井くんに片付けをしてもらいました、はい、で今日受け取ったんですけど、だいぶ柔らかくなって、これ三方針っていうグローブなんだよね。はい、そうですね。どういう感じで片付けをしたのか。ああ、そうですね。オイル片付けっていうのやったんですけど、もともと硬いんですよ、すごい。受け取った時から。で、まあオイルを使って、まあほぐせるところをほぐして、硬いなりに柔らかくした感じですかね。はい、まあ、キャッチボールができるぐらい。ね、これね。ちょっと、こういう感じで使ってもらえると。こういう感じ。そうそう、そういう感じで、はい。ああ。サード向きかな。そうですね、サードとか。だよね。だいぶ柔らくなりました、これ。本当に最初カチカチだった。最初もこんな感じだったんで、わーってこう取るぐらいだったんですけど、今だいぶこう取れるようになったんで、はい、いいですね。大井くんさ、はい、これグローブ買うときってさ、はい、どういうことを考えて買ってる？ああ、そうですね。自分の場合はやっぱりお店に行って一回はめて、うん、自分がどういうグローブが好きかっていうのを、例えばその硬いグローブが好きなのか、うん、柔らかいグローブが好きなのか、軽いのがいいとか、あと革が厚い薄いとか、いろいろ種類あると思うんですけど、うん、それで自分に合ったグローブを買うっていう、人のおすすめじゃなくて、はい、そこですよね、意識するところ。そうなんですね。ちなみに俺はお店の店員さんからの勧めで買ってしまいました、はい、なので何も知らずに買っちゃったんで、今回大井くんに全て情報をね頼んで聞いたんですけど、そうなんですね。そうですね、やっぱり自分の好きなグローブの方がいいよね、はい、このどんどんこれからね内野手のね機会がありましたら、使っていこうと思います。こちらをねペニャペニャぐらい使いまくってやろうと思います。はい、ということで今回はこれで以上となります。チャンネル登録、応援コメント、インスタのフォロー、ツイッターのフォローお願いします。ありがとうございました。